フリッツバルター・スタディオンはドイツのラインラントプ・ファルツ州カイザースラウテルンに位置するサッカー専用スタジアム。ドイツ分でスリーガーに所属する一 FC、カイザースラウテルンが本拠地としている。1954年にスイスで開催された第5回 FIFA ワールドカップでサッカー、西ドイツ代表の首相として同国を初優勝に導いたフリッツバルターにちなんで 1985年にこの名が付けられた。フリッツバルター・スタディオンは1926年に落成した。ベッツェンベルクと呼ばれる小高い丘の上に建てられたことから、ベッツェンベルク・スタディオンの愛称でも親しまれている。1994年にはカイザースラウテルンのファンだった。当時のレカロの社長から特製のベンチ用シートが寄付された。これ以降、レカロ社製、 ベンチシートが世界中に普及していく。フリッツバルター・スタディオンは2002年から2003年にかけて大規模な改修が行われ、競技場の収容人数は46,600人から48,500人に拡大された。また、改修に伴って新たな投稿設備やメディアセンターも設置された。改修費用の総額は4億8,300万ユーロであった。 2006FIFA ワールドカップドイツ大会では、6月12日の F 組オーストラリア対日本戦を皮切りに、6月26日の決勝トーナメント1回戦、E 組1位イタリア対 F 組2オーストラリア戦まで5試合の開催を行った。ありがとうございます。